はいどうも、ピーちゃんと申します。皆さん、プロスペースやっていますでしょうか？ということで、今日は山崎武さん、使っていこうかなと思います。はい、もう、めちゃくちゃ早く使いたかったです。はい、なんといってもですね、OB 第2弾が登場した時のイベント、バッティングトラベラー、結構走ってたんですよ。で、その走ってる時に、山崎武さん、初めて使ってたんですけど、いやもうめちゃくちゃ打ちやすかったんですよ。本当にもうこういうフォロースルーも大好きやったし、もうね、とにかくもうミート関係なくめちゃくちゃ打ちやすいなと思ってて、もう早くリアタイで使いたくて育成してきましたということで、山崎武さん使っていくんですけど、ちょっと能力を見ていきましょう。アーチストのミート C、パワー A、ストリーク D となっております。まあね、リアタイで使う分は正直ミート B 以上あってほしいんですけど、本当にね、なんかそれをも感じさせないというか、まあ別にミートちっちゃくても関係ないんだなこの人っていう、使用感でした。本当にそれぐらい打ちやすかったです。で、守備が E の、補給 D スローイング F 肩 E と、まあ正直ファーストじゃね物足りない部分があるので、まあ使うとしたら DH になってきますかね。はい。で、これは、選手名鑑のところで見ております。自分のは、アーチストと存在感はレベル5で、連発1を1にしてきました。で、自分のは超1ですね。はい、ということで、早速ね、山崎武さん、使ってきたんで、そちらをどうぞ。いや、ファーストはちょっと怖いね。まあ DH でしょうね、使うなら。じゃあ今日3番に置こうかね。いや、打ちやすいね。やっぱマジで打ちやすい、たけしさん。うわー、高速進化欲しかったな。うわー、打ちやすマジでやばい。マジ打ちやすえぐい。打ちやすいね、やっぱ。てかクリボッチの人しか見てないってことは、全員コメントする人もクリボッチであって、見寄る人もクリボッチやけん、そう思うはずないか。リア充はまあミニコンけんね。マジ打ちやすい。山崎さん、山崎武さん、山武さん、交換会最終日でダルさんワンチャン、ああそれあるんや。うわ、もったいな。やばい、たけしさん打ちやすい、マジでえぐい。ちょ、マジでみんな一回使ってほしいな。まあでも今日の主役やな、山崎たけしさん。回ってきたわ。主役が決めるんだわ、主役が決めるんだわ。マジで打ちやすい、これ。なんかオーダーが個性的でいいね。えぐい、マジで楽しい。さて、低そうと思ってるぐらいけどね。いいね。
タンダ3兄弟、タンダ3兄弟、タンダ。うわ、行ってよかった今の。マジでえぐい、マジでやばい、たけしさんマジでやばい。